はい、皆さんこんにちは、バネリングルフィッシュです。信長の野望創造戦国理事伝の続きですね。明智光秀でのプレイをやっていきたいと思います。まあこのシナリオというか今回の、コンセプトはですね、本能寺の変でもし光秀が信長を打ち漏らしていたらどうなったかというのをですね、想定してプレイをしていまして、前回ですね、本能寺の変のタイミングで本能寺の変を起こすかどうかでいいえを選んで、起こさなかった状態にしてその後すぐに独立を行いました。ですので信長はもちろん健在、かつ今真ん中に葵桔梗2つの、家紋が出てると思うんですけど、光秀はこの2つの城のみを領有するという状態になってます。でですね、前回の最後に反信長連合ができました。でその中にはもちろん明智光秀も入りましたし、西国の大大名毛利、さらに四国の長宗我部、この辺りと組みしましたので、当面の間はですねそちらの大名と連携しつつですね、なんとか精神を果たして毛利家と合流をするというのをですね、なんとか狙っていきたいなと思ってます。とても今の勢力だと信長の城を攻めるというのはねちょっと難しいかなと思いますので、まずはしっかりと信長に対抗するための連合の維持と自領地の強化ですね、ここをやっていきたいと思います。では今は毛利とは68、長宗我部とも68、鈴木とも68ですね。で、すでに宇喜多とは交渉すらできない状態になってますね。信長側の連合についているというのがあるんだと思いますね。ですのでここはもうこのまま静観してればいいかなというところがありますから、どちらかというと朝廷系ですね。現在は実行できない、金がないと言われたが、いやこれはね朝廷工作は絶対にしないとまずいので、米を売ってでも朝廷工作はしましょう。もう朝廷だけがね唯一頼みの綱と言ってもいいでしょう。待って、朝廷って停戦の斡旋はしてくれないの？そんなことないよね。ちょっと確認しましょう。これそうじゃないと完全に無駄になるな。朝廷に対して工作や交渉を行いますで、官位なんていらないし推挙もしていらない。調略は内通偵察訪問とかしかないですね。運行はどうでもいい、軍団もどうでもいい。これはもしかしたら停戦はしてもらえないかもしれないな。表情を始めましょう。先月の収支です。連合の状態を見るとちょっと待ってくださいね。連合の状態を見ると味方連合に毛利が入っていて長宗我部も入っていると。でこの辺りはもう遠すぎて我関せずって感じですね。なるほど、これを見る限りだと反織田連合は毛利、長宗我部、鈴木、この辺りまでですね。あとは川野も入ってますが、これちょっとなこの位置って非常にまずいよな。この黒井城を取って
毛利とつながってたいんですよね。なんとしても毛利とつながるためには参院に出た方がいいのかな。非常に悩ましいですが、とりあえず回収をしましょう。城の回収を。でもうできることはないよね。あとは懐柔しときましょう。味方についてくれるように。まあこんなとこですかね。いつ信長が攻めてきてもおかしくないからな。八神城だけはどうしても守らなきゃいけない城ですからね。我が領内に敵が迫っております。ここはギリギリまで敵を引きつけましょう。お見せしましょう。あ、ここで援軍、ここで軍議でできましたね。今停戦できましたよね。しましょう。表情を始めましょう。要請で停戦ができますね。ただそうか、なるほど、連合に入っている間は停戦すらできないんだな。きっとこれを見る感じだとできないですもんね。いやー参ったな。連合に入ったのが間違いだったかもしれない。我が戦お見せしましょう。さあここはもろい城なんとしても守りきらなきゃいけないので、防衛戦でいきましょう。進め。かしこまりました。ではほぼ互角なんで、この城の守り方についている分多少有利に戦えるかな。ちょっと諸江城の回収も急ぎ始めた方がいいかな。これが戦の作法よ。これで決めます。続きなさい。聞け、見せよ。もう諦めてください。また左近が攻めてきてたんだな。承知いたしました。この攻め見切れまい。城門が破壊されました。で決めます。いたくなければ去るがよい。ここは引きます。敵将捕獲しました。戻ります。まあ解放しましょう。ご命令ください。先月の収支です。さっき攻められたので修復をしましょう。
で回収もちょっとしないとまずいな、諸以上は。いやー他に何もできないね。労力をこれだけで使い切っちゃう感じですね。長宗我部は戦ってくれてるのかというと特に何もしてないね。毛利は大丈夫なのか。今毛利との国境はこの羽衣城ですね。八幡、羽衣、この辺りが激戦になってるな。表情を始めましょう。先月の終始です。ちょっと生き残るための道筋が全く見えてこないな。困りましたね。よし、朝廷工作は完了したが、お、貴重な姫が入ってくれた。これが明智香織ちゃん。頼むぞ。表情を始めましょう。武将の数も不足してるし、労力がなんといっても全然ないんで。ウキタはただあれか、敵の連合にも入ってないか。これを見る感じだと織田との同盟が44ヶ月残ってますね。ちょっと進出をしていきたいんですが、労力が4以上ないと進出が使えないので、労力が回復するのを待ちましょう。ご命令ください。先月の終始です。今何に使ってるんだ、労力を。そうするとちょっと整備とかをしとこうかな。いやー下手に整備すると敵の侵入が早くなるしな。ちょっとやめましょう。今労力何人使ってるかちょっとチェックしましょうね。この後表情を始めましょう。先月の終始です。あ、8に回復してる。何かをしてたんだな。まあそれはそれとしてだ。じゃあ進出をしていきましょう。でもう一丁進出をしましょうね。我が領内に敵が迫っております。来るよね。そしたら三井でも出陣していきましょう。出陣します。ご命令ください。先月の終始です。まあ労力がちょっともったいないことしましたね。まあいいや、これでいきましょう。しましょう。出陣します。攻めてきてるのは織田っていうよりかは筒井なんですね。これ見る感じだと。かしこまりました。
地球。よし、この辺りはね、さすがに数が少ないのでどうにでもなりますね。連戦になりますが、ここも問題はないでしょう。行くぞ。かしこまりました。参ります。できれば三井殿の方に来てほしいけどな。よし、来た。続きなさい。承知いたしました。全部今度決めましょう。我らの攻め、耐えてみせよ。ここは引きます。敵が城内に侵入しました。そしたら兵を開始しましょう。なんかこれをひたすらやるだけのシナリオになりそうだな、このままだと。ちょっとね、そういう心配も出てきましたけど。それでは参りましょうか。我が戦お見せしましょう。なんとか毛利と隣接するところまで勢力を拡大したいですよね。なんか打開策ないかな。とりあえず修復は急いでやりましょう。でだからですよね。斉藤、腹心の斉藤さんをちょっと諸井の方に移動させましょう。でだ、こっからですよね。いやー、今信長に戦仕掛けるのは自殺もんだしな。かといって今取り囲まれてて戦いができるのは信長しかいないからな。となると信長と戦わざるを得ないにしても、とても城が落とせるとは思えないよね。完全に手詰まりだな。こうなったらちょっと調略とかを行っていきますか。気長に。先月の収支です。まずは隣接してるというか、すぐに城が攻められるところがいいですよね。ここは誰がいるんだ。まず城の名前は大御城で、武将は衣笠、毛利、中村、和氏がいるんだな。じゃあちょっとこの大御城に対して工作をしていきましょうか。それぐらいしか今正直やることがない。大御城を取ってこの角本城を抑えられれば、少なくても長宗我部とはつながれますよね、道で。よし、この中村和氏を説得していきましょう。で、他にも密談をする人間を送り込んでいきましょう。別所か有岡城の池田にしましょうか。指導が家なら妻キテル子さんにお願いしましょうか。
とりあえずこの辺りで様子見ましょう。でだ、あとは寝室をどんちゃかどんちゃかしていきましょう。で、おそらく労力ゼロなので何もできないので送っていきましょう。ターンを。で、中村和治がどうだろう、寝返りまでしてくれるようになった段階で城攻めを一回やってみますか。討ち死に覚悟で。で、君たちは何を言っているんだい。畑の治水を上げろ。いやー、いろいろやりたいんだけどね、まだちょっとできる段階にないな。回収に必要な木材がないと言われてるので、ここで木材をじゃあ買いましょう。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。だからには武家町を2つほどまず建てましょう。で、回収ができない、だったら進出しましょう。まあ、ちょっとね、見てる皆さん本当に退屈させてしまいますけど、ここは我慢のしどころって感じですよね。人所も立てて人口をちょっとでも増やしていきますか。もうね、それくらいしかやることがない。敵が我が領内に向かっております。これは浮きたか。3000、2700、1800、2400、総勢1万だな。厳しいね、この1万の軍勢をこの矢上城で迎え撃つっていうのは。ご命令ください。先月の収支です。報告いたします。まあ、当然回収は間に合わない、間に合わないけども、やるだけのことはやりたい。さあ、ここでじゃあ浮田勢を迎え撃ちましょうか。我が方の城包囲されました。我が戦お見せしましょう。待って、今包囲戦になっちゃってるの。よし、ここで回戦していきましょう。進め、続きなさい。ヒディ7500か。行くぞ。参ります。お前の様子がいいのですが、ここで
ください。援軍が来てるね。ただ八神城はそれなりに防御力を高めてる城ですからね。3倍の兵力が来ても跳ね返せるでしょう。引くぞ。どう出てくる。続きなさい。かかれ。ここが勝負どころよ。これで決めます。人間に済ませたいのですが、これで終わってください。この攻め生きれまい。よし、浮き差税1万5000は退けられたな。やっぱ城の防御力重要ですね。撃って出ましょうし、最後は城から続きなさい。まあ撃って出るもなまでもなく秀光が敗走させてくれましたが、なんかこの八神城でこもってれば生き延びられるんじゃないかっていう気がする戦いでしたね。まあ明智に未来はあるんだろうが、表情を始めましょう。先月の収支です。このままだとね、とはいえいずれ信長に飲み込まれそうな気もしますけどね。木材不足か、鉄もない、何にもない。ここは買いましょう。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。御用を受けたまわります。これで何ができるんだっていうのもありますけどね。木材不足か、鉄砲銃管だけでも作りましょう。でだ、こっからですよね。建設でここには畑を作りましょう。で、この諸井城はもう何もできないな。ちょっと武家町を作りましょう。畑の代わりに1個、これで労力は全部使い切れましたね。密談の方はどうなってるんだ。順調なのか。表情を始めましょう。先月の収支です。ちょっと跳躍の手をどんどん伸ばしていきましょうか。そしたらやることもないし、これでちょっと跳躍が完了するのを待ちましょう。ひとたびただ織田に手を出したら一瞬でひねり潰されそうな、そんな感じもしちゃいますけどね。これちなみにまだ信長と何かできるというわけではないんだよね。筒井家に対してただちょっと工作を行っておきましょう。で、連合が切れた時に信長ともすぐに交渉して同盟を結べれば、信長と一時的にでも和睦をすればその間に浮田を撃てる。そんな感じになりますかね。先月の収支です。なのでちょっと今回ね、あまり面白くない感じになっちゃいましたけど、まずは、調略をきっちり行う。なので
省略を行った後にどこをね攻めるかっていうのを考えていきたいかなと思います。今省略できるのはただ織田方ばっかりですね。筒井戸市この辺りもね、ここに行くまでに信長の領地を通らなきゃいけないっていう時点で現実的じゃないですよね。浮田攻めにしてもそうですけど、ちょっとなんか考えます。皆さんもなんかいいアイデアあればぜひ、チャンネルのコメント欄、動画のコメント欄とかで教えていただければと思います。というわけで今回はここまで。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。